金が欲しい、でも金がない。レシーブの皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは、どうしてあなたはまだ金持ちにならないの。昔ならながら皆のご存知のでしょう。僕は一時期日本から返されたというの時には、なんとうつ病になって自殺未遂にもなったんですけれども、当初僕のコーチがやってきてくれて、そのコーチは何したかというと、僕を自己啓発というのを正解につなげてくれて、そこから僕はいろんな知識や経験を重ねたからこそ、自分の使命にしたのは、あの塾の700万人の対人恐怖症者を脱出させるということです。もし現在あなたは対人恐怖症を抱えている方でしたら、最初こちらの動画をご覧ください。そしてそれが役に立ったら、自分にもそのはいかがでしょう。これはできるのは PM か下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるので、そこにも全然自分のスケジュールも可能です。では早速参りましょう。どうしてあなたは金持ちなかなかならないのですか。これはあなたの関係ですね。そのファミスタートというやつあるね。こうなんかこの金というの温度というの、自分の体と金の温度、その関係というのはあまり当てはまらないから、金を自分のところに戻さないというのはね、みんなは大体その金って追いかけるというのことですね。でも金は女と同じく猫です。猫です。猫はもし、ね、猫はね、こうね、撫でたいなら猫は全然来る。でも自分が撫でたいなら猫が来ないというようなことです。金も同じです。もしあなたは何か持ったら金が自然に来るというのはポイントです。でもどうやってその まずは自然に来るかというと、最初はその金のマインドセットをしなければならない。今ね、パッと答えてください。本当に 5秒以内で答えてください。最初の質問、金は2番目の質問は、金を聞くとほにゃらら、金を聞くとほにゃらら、僕は金持ちになるのを、価値をほにゃらら、まあ、この3つの質問ですね。この3つの質問をちゃんと括弧に読んだら、あなたはこれね、自分のこう障害的な、自分の障害させる あの信じ方をちゃんと見極める。自分のちゃんと嘘つけないで、そして書いてくださいというのはポイントです。ではレシーブの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日の動画なんですけれども、肌荒れ対策というのをちょっとみんなに紹介したいと思います。どうして肌荒れかというと、自分もずっといじめられたは肌荒れというのが一つの原因だったんですけれども、もしよかったらその動画見たいなら、僕のチャンネルに登録と通信バトンをお願いいたします。また友達にもシェアしてください。この動画が良かったら高評価もお願いいたします。そしてこのチャンネルなんですけれども、僕はだいたい対人恐怖症対策、怠慢対策、または自己啓発や心理学を使って、それをまあね、ちゃんと語りますので、または Facebook マーケティングもちょっと語りますので、もしよかったらこの間でこの2つ動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。